と。それでは質疑応答という形を取らせていただけたらと思います。すみません、はい、大阪で無所属でやられたということですけど、はい、今回その全国区で民主党から得られるというのはなんかどういう、はい、そうですね、はい、まず国政にチャレンジをするにあたって、国政政党でなければ全国比例区から立てないというあの制度上の、仕組みがあります。また、私が民主党からチャレンジをする理由というのは、民主党が、政権交代に一番近い、政党であるということです。私が国会に出るということは、そこに存在するということだけではなく、やはり新しい法律の提案をしていく、同性愛者が生きていく中で政治の壁というのがありますから、それを法律によって解決していくために一番解決力のある政党を選びたいということで民主党を選びました。私自身も小沢代表と会ってお話をさせていただいたときに、小沢代表からもですね、民主党がそういうふうに同性愛者の候補出ることはもう本当に全くいいことだというふうにおっしゃっていただいて、今、民主党が掲げている公正な社会、共に生きる社会、その共に生きる社会の共生という部分にはいろいろな人が入ってきて、今までなかなかセクシャルマイノリティって入ってこませんでしたけど、私たちも共に暮らし共に生きているということを伝えられる、その一番最適な選択が私は民主党であったというふうに感じています。